ざす、今回はですね、新しく手に入れたエイプマンの A80 アクションカメラの夜間の走行録画がどんなもんかいなというテスト走行をお送りしたいと思います。 Ladies and gentlemen、 はい、というわけでですね、今回の動画の1個前の動画になるんですけれども、新しく手に入れたこのエイプマンの A80 を持ってですね、奥多摩周遊道路を走ってきたわけなんでございます。なんですけど、ちょっと動画見ていただいたらわかるんですけど、ジャイロスコープ、手ブレ補正ですね、この機能をオンにするとかなり画角が狭くなるっていうことがですね、僕うっかり忘れてまして、僕が前から使ってる A66 にはそのジャイロスコープの機能がないのでですね、ちょっとその画角のまま撮ってしまったんですよ。かなりこう下向きの動画ばっかになってしまったんですね。なので今回はちょっとそれのまあリベンジといいますか、リトライといいますかを兼ねてですね、改めて夜間の走行撮影のテストとこの画角の調整ですね、僕の個人的にはということで今回撮影しております。でね、今回はこの A80 の Wi-Fi 機能をがっつりと活かしてですね、こうやって携帯の画面に映せるんですね、今撮っている動画なので、ちょっとそれでこう映しながらですね、どれぐらいの角度でどの辺が映ってるのかっていうのもちょっと確認しながら今走っているので、今回はですね、もう画角バッチリなんじゃないかなと期待してるんですけれども、これでやっと撮れる動画の質というか画質も含め、今回の夜間の明るさにやっとこう動画の話ができるかなと思っております。やっぱこれぐらい画角が狭くなっちゃうと、もうハンドル周りを映しながらこう道路を映すっていうのはめちゃくちゃ難しいですね。今かなり下向いてやっとハンドルが映ってるって感じなので、結構他の元ブロガーの方の映像を見てたら、このハンドル周りが映像に入ってるとやっぱり元ブロガーらしい臨場感がより増すなと思ったので、僕はあの A66 の時にはハンドルをわざと入れられるようにですね、かなりこう下向きに作っていたわけなんですけれども、この A80 でジャイロスコープ入れた場合はもうハンドルを一緒に入れるっていう映像はちょっともう難しいですね。まあ、とはいえね、この夜間の走行でどれほど明るく撮れているのかっていうのもちょっとかなり僕は楽しみなポイントではあるんですけれども、僕そもそもこの30フレームでしか撮ってなかったので、奥多摩周遊道路の動画はまあ決してうまくいったとは言えないとはいえですね、やっぱ60フレームの滑らかさにはすごい感動はしているので、今回この夜の映像もですね、A66 とはちょっと一味も二味も違う様子に撮れていることを期待はしているんですけれども、今はですね、もうかなり暗い道を走っている感じですね。ちょっとこれから駅前の方に向かって明るいネオン街なんかも走ってみようと思ってるんですけれども、ひとまず今はこう住宅街の暗さ、もう街灯しかなくてですね、僕のヘッドライトの明かりが頼りで走っているみたいな状況なんですけれども、こんな状況での写りはいかがなもんでしょうかね。そう、あとね、この間撮ってる時にちょっと言い忘れちゃったんですけど、 A66 の方はですね、カメラの本体設定の方で回転っていう項目があるんですね。それ入れると左右、あと上下が逆転するんですけど、僕ヘルメットマウントしてる状態で上下が逆なんですよ。なのでその回転っていう機能を常にオンの状態でカメラ使ってたんですが、この A80 になるとですね、その回転っていう項目がなくなっちゃってたのがちょっと僕は残念なポイントでしたね。なかなかこれ上下逆で使う人いないんですかね。はい、今が立川駅周辺ですね。最近、まあ、最近って言ってももう何年か経ったのかな、ドン・キホーテができたんですよね、ドン・キホーテ。はい、これでだいぶ駅前ですね、もう完全に立川の駅が見えております。本当ならね、渋谷の駅前ぐらいまで足伸ばそうかなって一瞬思ったんですけど、ちょっとお腹空いちゃったんで、帰ってご飯食べるの遅くなるの嫌なんでやめました。はい、立川夜部門ですね。世界の山ちゃんもあります。はい、夜部門おしまいです。立川ってね、本当にこれぐらいしかないんですよね。
さあ、じゃあ立川の南口にでも行ってみたいと思います。でまあまあ僕なりに今そのアクションカム次何買おうかなと思って結構調べてんすけど、なんだかんだやっぱあのソニーのやつが良さそうっすよね。空間光学手ブレ補正がついてるのもそうだし、まあ画質自体もねものすごい綺麗だなと僕は思ったんですけど、唯一ねあのソニーのやつなんていうんですか、薄べったい型、あれなんていうんでしょうね、あれどういう型って言ったらいいのかわかんないですけど、 GoPro とかってあのレンズ面が平べったい方についてるじゃないですか。ソニーのやつってその平べったい方じゃない方についてるんで、あれのねちょっとマウントの方法が僕のだともちろん合わないので、ヘルメットの横につけることになるかと思うんですけど、それがねちょっと一点僕の中では懸念材料なんですよね。やっぱりこのエイプマンとかね、僕が今第2候補で買おうとしてる E4K とかもあの GoPro の真似してるから、レンズがついてるのは GoPro と同じタイプなんで、それだとね僕のこのオフロードメットのバイザー下につけることも可能なんですけど、あのソニーのやつだけはもうどうしてもヘルメット横になっちゃうと思うので、そこだけですね。でもやっぱあのソニーのカメラ素晴らしいんだよな。あ、この道をね右に曲がると僕がよく行く中宝店ですね。じゃあ立川のキャバクラストリートでも走りますか。はい、この辺めっちゃキャバクラ街ですね。あ、ちょうど8時だからもうキャバクラがオープンしてんすね。男たちの欲望にまみれた通りでございます。はい、というわけでですね、立川のネオン街を走り回ったところで今回は以上とさせていただきたいと思います。ちょっとね僕も帰ってどんだけのもんで撮れてるのか見るのすごい楽しみなんですけれども、ちょっとこの A80 の夜間性能なんかも踏まえて、ちょっと次の僕のアクションカム何にするか等々ちょっとまだまだ悶々としてですね、楽しんでいきたいかなと思っております。もし A80 もそうですし、格安中華アクションカムなんて言われるカメラでですね、元ブログスタートしてみたいななんて思っている方のお役に立てれば幸いでございます。ということで今回でですね、エイプマンのアクションカメラ A80 の検証シリーズは終わりかなと思っておりますので、また次のカメラシリーズに期待していただけますと幸いでございます。というわけで今回はこの辺で失礼したいと思います。また動画の中でお会いいたしましょう。バイバイ。